はい、道山です。ここでは中1の家庭学習のやり方ですね、これについて少し解説をしていきたいと思います。家庭学習、まあ中2、中3になってしまえばおそらく、きちんとしたやり方わかると思うんですよ。ただ中1の子っていうのはどうやってやったらいいのかまだイメージがねしっかりできていないと思うので、今回は中1向けの話を少しねしていきたいと思います。まず最初にですね、家庭学習についてなんですけど、まあ、学校によって主に2つのやり方に分かれます。で、1つが専門のワークを解いていく方式、もう1つがノートに自分でまとめていく方式ですね。専門のワークを解いていくっていうのはどういう形かというと、学校によってその学校ごとにワークを買うんですよ。家庭学習用の国語、数学、社会、理科、英語がひとまとめになってるやつとか、まあ教科ごとのやつとかね。で、それをまあ今日は国語の家庭、ワークを解いてきて学校に出すみたいな感じで、専門のワークを解いてそれを家庭学習としていく方法。ノートにまとめていくっていうのはもう白紙のノートに何でもいいからやっておいでっていうような感じで、宿題が与えられてそこに自分でまとめていくっていう、パターンですね。この2つの家庭学習があると思います。で、まあ、専門のワークを解いていく方法っていうのは普通に解くだけなので特に、意識しなくてもできるかと思います。問題はこのノートにまとめていくっていう方ですね。これがやっぱり中1の子は特に、できない子が多いんですよ。何やったらいいのかわからないみたいなね。で、そういう子はじゃあ何をやっていったらいいのかっていうのをちょっと話をしていきます。で、まず最初に家庭学習はテスト勉強だと考えてほしいんですよ。よくある間違いとしてただ早く終わらせようと考えてしまう子がいるんですよ。早く終わらせるために、やるみたいなね。で、これだと結局時間の無駄になってしまうんですよ。結局家庭学習毎日やっていくと1回あたり、まあ、15分から30分の時間はかかると思うんですよ。で、それをただ早く終わらせるっていう意識で使ってしまうと本当に作業になってしまうので、もうその時間捨てるだけですよね。これはもったいないです。じゃあテスト勉強として考えていくと、この30分で何ができるかっていうのが考えられると思うんですよ、テストに向けてね。そうすると実際はテスト前の時間、テスト勉強を進めることになるので、テスト前にやるべき勉強時間が少なくなるので最終的には得をすることになります。なのでテスト勉強でまず何をするかを考えて、その上で一個ずつ家庭学習に当てはめていくという考え方でやるのが大事になります。まあそういうことを考えるとですね、やるべきことっていうのは例えば英単語を暗記するとか社会の語句を暗記するとか、まあ、そういうような、のがテスト勉強になってくるかと思います。まあ、家庭学習になるかと思います。で、家庭学習の、ね、側面でもう一つ大事なことがあって、これが提出物っていう側面があるんですよ。なので、普通にねテスト勉強だけっていう意識で言うならば覚えればいいので、もうノートぐちゃぐちゃに書いてあってもいいと思うんですよ、覚えられれば。でも家庭学習には提出物っていう側面があるので、やはり、適当に出したらそれは良くないです。将来推薦をねもらえるかどうかって、実は家庭学習をちゃんと出してるかどうかで見られることがあるんですよ。だからそういう意味でしっかりやった方がいいです。で、何を意識するかっていうと、もう色を使うかどうか、あと図を入れるかどうか、あと丁寧な字で書くかどうかと期限を守るかどうか、この4つだけですね。特に一番大事なのは期限ですね。きちんと毎日出すっていう、この期限がしっかり守れるかどうかっていうのが一番大事になってくるので、中1の子はこの4つをちょっと意識してねやってみてください。やるべきことは先ほども言ったテスト勉強の部分なので、まずはテスト勉強何やるかを考えて、それを家庭学習としてやっていくっていうような感覚で進めてみてください。で、じゃあテスト勉強を実際何やったらいいのですかという話なんですが、私はですね現在7日間の無料成績アップメール講座というのをやっています。こちら登録していただけると、
毎日ですね、僕からメールが行ってどういう、内容を勉強してくださいっていうのをちゃんと説明していきますので、順番に7日間かけて定期テストでちゃんといい点数が取れるように毎日説明していきますので、もしよかったらですね、こちらも一度画面上から登録をしてみてください。あとですね、家庭学習の説明、もう少し詳しい説明をこの動画の下のところにですね、URL 貼っておきますので、そちらから一度僕のホームページも見てみてください。こちらにもう少し詳しい説明も書いてありますので、きっとお役に立てるかと思います。